アメリカで公開され大ヒットを記録している映画ゴジラマイナスワン。この動画では神木隆之介さんが演じる主人公四季島がパイロットとして登場する幻の戦闘機神殿にスポットを当てます。第1部は神殿とはどんな戦闘機だったのか、そして第2部は神殿を対ゴジラ作戦で起用するのは最適解なのか、2つのパートからお送りいたします。まずはゴジラマイナスワンはどんな映画か見ていきましょう。敗戦から2年近くしか経ていない1947年昭和22年の日本をゴジラが襲う映画ゴジラマイナスワン。この映画に登場する戦闘機神殿が福岡県筑前町の立ち洗平和記念館に昨年の夏から展示されていたことがツイッター上で公開され反響を呼んでいます。対ゴジラ作戦を上空支援したのが全翼型というユニークな形状で異彩を放った戦闘機神殿。この神殿は実際はどのような戦闘機だったのでしょうか。初飛行は1945年昭和20年の8月3日福岡市内の陸軍むしろ田飛行場、現在の福岡空港でした。実際の試験飛行は8月6日、8月8日と合わせて3回のみでした。福岡空港は市街地と隣接しており、関係者が極秘兵器の試験をあんなところでやるなんて迂闊すぎると嘆いたという話が伝わっています。実際、上空を飛ぶ機体はかなり目立ったようです。太平洋戦争末期、B-29 に悩まされた日本軍は、様々な迎撃機を開発します。この神殿の特徴は、全翼型で、それまで日本戦闘機がこだわってきた格闘戦力をきっぱりと切り捨てました。B-29 迎撃に特化し、強力な30ミリ機関砲4門で、一撃離脱を目指していたのです。今回公開された映画ゴジラマイナスワンでは終戦のどさくさで1機だけ完成していた試作機が忘れ去られており、たまたま使える機体が神殿だったとされています。しかし実際の歴史では忘れられるどころかアメリカ軍は異常な興味を示しました。1945年昭和20年10月には研究のために未完成機も接種され、アメリカ本土に運ばれたそうです。映画ゴジラマイナスワンで、ゴジラが上陸した1947年、昭和22年には、実は日本にはありませんでした。ちなみにその機体は2023年現在、分解状態でアメリカにて保存されています。第1部、神殿はどんな戦闘機だったのかをお伝えしました。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをお願いします。それでは第2部、神殿を対ゴジラ作戦で起用するのは最適解、つまり妥当かどうかお伝えします。立ち洗平和記念館に展示されている幻の戦闘機神殿。2023年公開の映画ゴジラマイナスワンでは、神木隆之介演じる主人公四季島が和田摘作戦でゴジラとの最後の決戦に戦闘機神殿で臨みます。しかし神殿は対ゴジラ専用の戦闘機として最適解、つまり妥当だったのでしょうか。否定派肯定派の視点で検証してみましょう。そもそも現実世界の神殿は米軍のB-29 を撃墜することだけを目的として開発された局地戦闘機です。歴史上では昭和20年8月福岡の飛行場で試作機1号機が45分ほど飛行しただけです。運用における安定性、そして実績は不明です。カタログスペック、つまり
当初の計画通りの性能を出せたかも疑問です。その気になる性能ですが、武装は20ミリ機銃2門の冷戦と比較して30ミリ機銃を4門整備し強力です。高度1万メートルに上昇しても薄い空気を圧縮してエンジンに送り込む高性能システムを装備していました。しかし映画ゴジラマイナスワンで要求される性能は、低空を比較的低速で飛んでゴジラを相模湾へと誘導するという任務です。神殿の高度な能力は必要ありません。むしろ冷戦などを使用した方が適切と考えるのが自然ではないでしょうか。次は肯定派の立場で考えてみましょう。そもそも主人公の四季島の狙いは、わだつみ作戦が失敗した際に、賛否はありますが、ゴジラの口の中に爆弾と共に特攻することにありました。そのため四季島の依頼で元整備兵の立花は次のように改造、四季島に告げます。機銃2門140キロ、機銃弾120発80キロ、そして主燃料タンク分400キロを撤去し、その代わりに機首に25番、胴体に50番爆弾を搭載した。結果1トン余りの爆弾を積んで重量増は200キロ。この程度の重量増では神殿の機動性は衰えることはないと思われ、ゴジラの口に特攻する四季島の計画の成功率は高くなります。また映画のテーマである生きることを最重要視すると、歴史上でもドイツの戦闘機を参考、脱出装置が装備されたかもしれない神殿は、山崎監督にとっては物語のメッセージを考えると最適解だったかもしれません。否定派肯定派2つの視点から神殿を対ゴジラ作戦に起用するのは最適解かどうか考えてみました。あくまでも物語、映画の世界の話かもしれませんが、いかがだったでしょうか。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。それからこんな意見があるよという方、書き込みをお願いします。チャンネル登録も引き続きお願いします。